まともな大人ですから、ちゃんと生きていきたい。長、結構長いし、なんかすごいカーブしてるね。えー、何これ、え、作りかけなの。いや、マジマジマジ、後輩誰かいるんじゃないですか。あ、もうやだ、あれ奥なんか見える。いや、めっちゃ乗ってる。ちょっとめっちゃ奥ある、めっちゃ奥ある。どっちの照明持っていきますか。明るい方がいいに決まってんだろ。ゾゾゾ、落合陽平の田舎に泊まろうの時間がやってまいりました。止まんねえよ。本日我々千葉県に来ております。今回千葉県の奥米トンネルに向かいます。トンネルの近くにある三島湖、その湖でですね、亡くなった男性がいまして、その霊が目撃されるという幽霊トンネル、その手前にかかっている赤い橋があるんですが、何かの理由から設置されているという話もあります。ということで千葉県で非常に知名度の高い幽霊トンネルに我々突入するんですけれども、今三島湖で水難事故があったっていう話が出たじゃないですか。その湖が後ろなんですよ。暗くて映らないんですけど。いや、めちゃくちゃでかいよ多分これ。ということで早速奥米トンネルに突入していきたいと思います。で早速行きたいところなんですけど、あの奥見えます、ほら、うわ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 、多分これ亡くなった方への抜けたものなのか。お守りも置いてあるね。あの問題のトンネルがすぐそこなんですよ。うわ、いやすごいっすねこれ。あ、さっきの話に出てた赤い橋じゃないですか。赤い橋これですね。真っ赤っかっすよ。すごい赤い、なんでこんなに赤いんだろう。うわ、トンネル雰囲気あんなこれ。あ、このここ一帯の雰囲気すごいっすね。すごいね。米大道、水道だな。うわ、いやちょっとこれトンネル汚いね。ちょっとですね、落合さんの自撮りも撮りながらちょっと行きたくてですね、スタッフの内田くんには落合さんからお借りしたデジカメでパシャパシャ写真撮ってほしくてですね。ああ、わかりました。すごい、いやちょっとこのオレンジがすごいね。っていうかさ、この壁すごくない？石だよ、岩を砕いてさ、完全にこう山をぶち抜いたんだろうね。なんか水が落ちてる音かな。ピチャピチャ音しますね、奥から。うん、こんなトンネルなかなかないよね。あとちょっとこれは俺の問題だと思ったけど、寒い、ダウン着てくれよかった。でもさ、え、なんかもうすぐ終わりそうで、多分 50m ぐらい来たのかな。ちょっと終わりが見えるわ。うわ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 、トンネルが多分そこ終わってると思うんだけど、え、もう一個あるの、トンネル続いてる。マジで、奥米トンネルって山崩れで分断されてるらしいんですよ。ああ、じゃあここ、なんかドサッと落ちようとしたんだよ、僕の方から。あっち、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 で、でかい音。いや、ドサッて、この奥の方から。でも多分中かな。帰ります。まあトンネルもう終わったしね。どっちかっていうと中間地点ですけどね。ちょっと気をつけて。いや、すごいな、ここ。こっちすっごいよ。すごい寒くないですか。寒い。いや、なんかさ、トンネルの中めちゃくちゃ寒いよね。うわうわ、長、結構長いし、なんかすごいカーブしてるね。うわ、なんかちょっとさ、長いよ。なんかありません、そこ。奥あるね。いやー、何これ。うわー、何これ。奥ある。あ、奥ありますね。うわ、奥めっちゃある。え、うわ、長、いや、怖い怖い怖い、これ怖い、これは怖い、これは怖い。うわ、超続いてる、超続いてる、めっちゃ続いてる。何これ。これ、あの、気になりません？なんない。どっちの照明持っていきますか。明るい方がいいに決まってんだろ。天井めっちゃ低い、めっちゃ低い。いや、ちょっとめっちゃ奥ある、めっちゃ奥ある。うわ、怖。いや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 、狭い狭い狭い、マジ狭い、マジで狭い。いや、怖い怖い怖い。ちょっと深くなってません？深くなってる、深くなってる。やばいやばい。うわ、超さ、これ本当どこまで続いてるんだよ。いや、これすごい。あ、どうしました？壁、壁、壁、壁がある。水没してるんだ。本当だ。そっか、上が映ってんだ。これ水没してますね。水だ、これ。これ以上先行けないですね。いや、怖っ。出よう出よう出よう、本当に。ちょっと二度と来ねえ、こんなとこ。
最初トンネルだから、まあ、進んでいればどうにかなるだろう的なところありましたけど、いや長い、マジで長い。いやちょっと、いやほんとジメッとしてるね。ジメッとっていうかさ、幽霊が出るところは湿っぽいって言いますけどね。なんかつなげるのはどうかなって。うわこっちはやばい。水が怖い。マジかこれ。何これ、あれ水で水だ。水ちょっと見ないと借りていい、うん、よいしょ。怖っ。僕行こうとしてるっていう気持ちが怖いけどね。もうこっから水入っちゃってるから奥行けないけど、ずっと続いてる。なんか今足音みたいにしなかった？え？なんすか？今なんか足音みたいなのしなかった？してない？どっちからですか？後ろですか？来てない。誰かいても怖いですけど。あれ？トンネルの壁が変わってる。変わってる。綺麗になってる。ここを境に岩のボコボコしちゃった感じがないんだよ。いやようやく終わり。長かったな。終わり。うわ超くれ。超くれ。え？え？今聞こえましたよね。聞こえた。マジで聞こえてない。いや、マジ。うわ、超くれー。え？後輩に誰かいるんじゃないですか。あ、喋ってるね、誰か。喋ってますね、誰か奥で。この商品。ちょっと、せっかくなんで、ここで落合さんの写真一枚撮ってもらっていいですか。はい。みんなもう、写ってないかな。ないね。戻りますか。でも声聞こえたけどさ。そうですよね。誰も来ないよね。ということで我々奥越トンネル突入しましたが、いかがでしたか落合さん。ここは岩肌がこうむき出しというかね、すごいボコボコした感じになってたし、水っ気ね、トンネルの中がね本当になんかこうびしょびしょ。あとあの謎のホラー穴というか、あれはマジでシャレになんないね。ということで落合さんには今日も元気よくゾゾゾポイントをつけてほしいんですけれども、奥越トンネルゾゾゾポイントは 3.5。 ゾゾゾ。トンネル自体はねすごい長いし、歪んでる感じがするというかね、肝試しに来るスポットとしてはね、雰囲気はね結構あるのかなっていう感じがします。であとやっぱりあのホラー穴ね、まあ、あれはねなんかどういう理由があれど入らない。入っちゃダメだ。ダメだよ、まともな大人ですからちゃんと生きていきたい。ということで奥越トンネルお送りしました。じゃあちょっとね、はい、早速次の心霊スポットに。あ、次もう一箇所行きたい心霊スポットがありまして。次はい、やってきました。今回はですね、千葉県にありますだるま神社に来ています。正式名称は白旗神社と呼ばれていまして、2002年に実際にここで殺人事件が起こっています。ウェアやの幽霊の目撃情報が多いんですよ。ということで本日2本目の撮影なんですけれども、だるま神社に我々やってまいりました。落合さん、奥見えますか。いや暗すぎるだろ。あのね、もう電気消したらね何も見えないですよ。いやー、非常に怖っ。なんかね、こう立って、見てみ、すごいよこれ。僕見えない。事件の匂いしかしないもん。ちょっと誘わないように突入していきたい。いやちょっとマジ暗い。もう暗い、本当に暗いっす。いやこれちょっとさ、頭おかしいってここからさ、マジでちょっと照らしてもらいます、ペンライトで。これ全力で照らしてるからね。あ、もうやだ。あれ奥なんか見える、なんか建物っぽい。え、いや、あ、やだ。いや、怖。ちょっと見えないか。ね、違うね、ちょっと。これ、肝試しだとしても、ちょっと嫌じゃない？嫌だよ。いや、長いよ。昼間でも多分相当暗いですよ。こんなに木を茂ってると。気が入らない。ちょっと急に風が強くなってます。嫌です。本当に嫌です。あ、なんかある建物ある。なんかあるだ。小屋っぽいのかな？社ですかね。あれが社なのかな。いやいや、風が強いの、めっちゃ怖い。いや、社、ん、なんか骨組みしかなくない？これ窓枠だけ見えてんのかなと思ったら違うんだ。ね、これ、作りかけの、ちょっと一枚写真撮っときますか、せっかくなんで。いますね。ちょっと近づいてみますね。なんかなんだろう、雰囲気がやばいね。もういいでしょう。ちょっとこのホラーでも一枚撮っときましょうか。
よろしいですか、行きます。ちょっと待ってシャッター音の前になんか聞こえたんだけど、分かった、マジで。よろしいですか、行きます。胃がキューンってする感じがします。今映さない。戻りましょうか、はい、もうなんかいやめっちゃ乗ってる。いやしますします、すいません帰ります。待って待って、いやね、今落合さんと話してる時にカンカンカンって3回行ったの。そうそうですね、そうなんだよ、今言ったあの木の音とかじゃない。そうそう、なんかどっちかっていうと楽器みたいな音するのよ。そう、楽器っぽい音。あ、待って、違う、インスタ用の写真を取り寄せた。いやちょっと、あの祠の写真は撮りたい。これ撮ったよ、これでいいじゃん。あれしょ、落合さんでしょ。インスタの方は人映んないんだよ。撮るしかない。いやもう最後、もうあの写真撮るだけ、ちょっと本当に。もう少しだけ撮影します。待って待って、落としたよね。もういいから、またちょっと帰ろう。もうやだよ俺。もう聞こえる音のレパートリーがなんかすごい増えてて。そうなんだよね。だからこの祠に近づくほど、え、ピアノみたいな音したでしょ。で、風も急にやんだ。ポンってなったね。これ大丈夫？マジで。本当に撮ろう。一回止めますね。撮ったんで帰ります。ありがとうございました。すいませんでした。ここなんかあるな。マジで。ということでお送りしました。だるま神社。お送りできてる。かなりテンパりました。ここはね、怖えぞ。なんすかね、入った途端っていうか、でも奥隅に連れて、そうね。入り口よりも奥に行けば行くほど、木がね、ガサガサガサとか、木が折れる音とかじゃなくて、なんか鳴るとは思えない音が聞こえるんですよ。だるま神社、ゾゾゾポイントをお願いいたします。4。ゾゾゾゾですね。おしゃれさん、なんか吹けましたね。まあ髪の毛もね、多分200本ぐらい抜けてると思うんだよね。なんか怖いわ。ということでお送りしました。千葉最強心霊スポット2本立てだったんですけれども、2本立てっていうの聞いてないからね、まず。いや千葉もいっぱいあるね、やばいとこが。では、実証実験とかやんなくていいですか。やるわけねえだろ。正直呪われてないですよね、これ深刻な事態です。ということで今日は霊障大作戦。落合さんどうですかね、なんか。いや雰囲気めっちゃ怖いよ。気をつけるっていうかすぐそこなんだけど、ちょっとよく意味が分かんないなこれ。やりたいんだったら。いや、やりたいとかじゃないんだけど、まあでも確かにこの中見んのちょっと怖いな。おいおい、ちょっと待ってくれよと。うちだうちだ、いいよいいよ、もう。どうしました。ちょっと一瞬なったよ。こんな人生になると思ってなかったなってちょっと思ってる。